JR 東静岡駅北口のアリーナ構想について、静岡市の難波市長は今日初めて地元の自治会長らに直接説明しています。静岡市の難波市長です。長沼地区の公民館に入ります。これから住民に向けて説明を行います。静岡市は所有する JR 東静岡駅北口の土地に、プロスポーツや音楽イベントを開催できる規模のアリーナを建設することを検討しています。今日は住民およそ20人が参加し、現在も説明を受けているものとみられます。この構想をめぐっては近隣への騒音対策など課題も上がっています。